武田塾教務英語科課長とこっちです。武田塾英語科の一関です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。森田先生、はい、今回も視聴者さんから質問が届いてます。トイックリスニング440点から上がらないです。満点ホルダーの方に聞いてみたんですが、先読みはするけどもリスニング中は設問を意識しながら聞いて、うん、一気に回答すると言ってました、うん、私は今まで聞いたらすぐに回答するタイプだったんですが、お二人はどちらでしょうか。495が一番上なので満点まで行きたいとか、はい、900点超えたいとかっていう方だと思うんですけども、はい、伊関先生はどうですか。先読みして聞きながら解く方ですか。先読みして聞きながら解いちゃう方ですね。僕も同じですね。ああそうですか。問題流れてる最中でも回答が A だって分かったらもう塗りつぶして次の問題いっちゃってますね。そういう感じでやるのが普通だと思います。聞きながら解かないと先読みできないので、これがスタンダードなやり方になってると思いますね、うん、ただし上のレベルの人になると後からでも解けるって人いっぱいいます。その場合は頭の中にイメージしてることが多いですね、うん、自分自身は A で覚えるのでそうやって解いていくってことですね。設問選択肢先に見ていれば、はい、答えに関係ある場所をちゃんと聞いていればいいだけなんで、聞き逃しが起こっても正解できる。全部聞こえてなくてもその部分だけ聞こえてれば解けるっていうことですよね、はい、自分自身は聞き逃し起こしやすいタイプの人間なんで、そうやってやりますね。トイックは自分自身はどっちのやり方でやっても取れます。 CBT っていうのね、トイックコンピューターバージョンの方もあるんで、そういうのは設問が音声と同時に出てくるので先読みできないっていう人もいるので、そういう場合はですね聞いた後でも答え出せるようにしておかなきゃいけないです。ちなみに自分の場合は3つのパターンで取ってます。先読みしたパターンでも取りましたし、先読み一切しないで設問選択肢を後に読んでも満点取れましたし、うん、同時に読んでも大丈夫でした。先読みが間に合わなくなっちゃう時ってあるじゃないですか、はい、マルチタスクが苦手なんですよ、はいはいはい、どうしても先読みしよう先読みしようってしてるんだけど、あれこれ回答なんだっけなとか、回答の根拠になるものがその音声の最後にあって回答が遅れちゃった場合は、僕は先読みするの諦めて一回もう全部聞いてまとめて答えちゃうみたいなのをやる時もあります、うんうんうん、なるほど。臨機応変にやんないといけないところはあるかなと思いますけど、大体の人が先読み間に合わなくなっちゃうという人が多いと思いますね。満点取りたいんだったら全部先読みできる感じでやると一番いいと思いますね。1個質問なんですけど、1問捨てて先読みにする時間に当てるっていう人いません？僕の本の編集者なんて1個飛ばしで全部解いた人います、はい、3問捨ててはい次3問取って、次3問捨ててはい次3問取ってちょっと捨てすぎじゃないですかそうですか、その飛ばすやり方は。もちろんダメです当たり前ですけど、まあ、半分でいいんだったらいいですけど、なるべく飛ばさないでください。今回はリスニング問題解くときに僕たちがどういうことを考えて解いてるのかっていうことを話してきました。結局はどちらのパターンでもどのパターンでも満点を取ること自体は可能だよっていうことだったので、自分に合ったやり方ですねを試して440点以上リスニングで取れるように頑張ってみてください。英語クイズ、さあ、はい、前回の問題伊関先生どんなんだったんでしたっけ。雨の強さ並べ替え問題ですね。1番が Raining Cats and Dogs、 2番が Drizzle、 3番が Shower、 4番が Spitting。 回答いっちゃうと4231の順番です。唾吐くのスピット、そうですそうです、ね、あれが雨が降り始めのポツッポツッって、はいはい、あれがスピッティングです、うん、2番の Drizzle、うん、霧雨っていうことです、ね、はい、雨の形になってないものです、うん、3番が Shower、 Rain よりは弱いんですよ、さあっていうぐらいの雨ですね。4つ目、まあ、一番強いものが Rainingキャッツ&ドッグスですね。ザーザー降り、ほぼ同じ強さの表現にバケティングダウンっていうのもあるんですよ、うん、バケツバーって最初にバーって降ってくるみたいなザーザー降りの状態が、まあ、レイニングキャッツ&ドッグスでした。森田先生、はい、今回の問題をお願いします。一発やってなんていうのか英語でなんていうのかなって昔思ったことがあるので、こうやって言うんじゃないのっていうことですね文字数制限とかはありますか。いや多分いろんなのが出てきちゃうと思うので、あ、いくつかじゃあ回答が多分いくつか出てくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ぜひですね、はい、皆さんの知ってる表現書いてもらえればいいんじゃないかなと思います、はい、じゃあいろいろ書いてみてください、はい、今回は以上です。このチャンネルでは英語学習や留学、英語資格に関する情報を発信していきます。何か質問ですね、僕たちに聞きたいことがあったらぜひぜひコメント欄に残していってください。 Leave comments below.